肝胆。肝胆、肝胆、マラズマ、クロアズマとは、皮膚にできる色素異常症の一つ。シミとも、形状が肝臓に似ていることからこの名がついた。顔の中心を軸に左右対称にできる。発症の平均年齢は、約30歳で女性に発生しやすく、妊娠や、経口避妊薬は、きっかけとなりやすい。また抗がん剤など一部の内服薬も、 原因となる。一般医薬品の内服薬のトラネキサム酸に、乾板の適応症がある。外用薬では、ハイドロキノンが伝統的に使われてきたが、安全性の懸念から、アゼライン酸、トラネキサム酸、麹酸など多くの成分が使われている。医薬部外品の化粧品に、シミそばかすを防ぐという効能表示が承認されている。貼り治療も安全で有効とされる。 レーザー、またアイピールは悪化する場合があり、最初の選択肢ではない。境界明瞭なブッチで、目の外側にできやすい。下顎、上行心、鼻の下にもできることがある。左右対称である。アジア人やヒスパニックに多く平均年齢は、約30歳、女性は男性より4倍の有病率があり、250人の女性では22%が妊娠。 18%が、傾向否妊薬が原因になっていた。インドでの調査では、妊婦650人中64%に、肝板が生じた。肝板は、黒人では発生しない可能性がある。原因はまだはっきりと分かっていない。肝臓の機能は、無関係である。妊娠、傾向否妊薬が誘因になったり、更年期にピルを内服中に現れることがある。 平景すると自然に治ることも多いことから、プロゲステロンなどの女性ホルモンが影響すると言われている。また、顔を触る癖のある人に出やすい傾向がある。洗顔や、スキンケア、マッサージなどで顔をゴシゴシしないように注意した方が良い。傾向否認薬、ブレオマイシンや、シクロホスファミドや、プロカルバジンやドキソルビシン、ミノサイクリン、アミオダロン、ジドブジン、クロファジミン、 クロルプロマジンといった医薬品が原因となることがあり、服薬をやめるとゆっくり治っていくが、年単位の時間がかかる場合がある。妊娠中の乾板は、ほとんどの場合、産後に解消する。一般に、下記のような治療と併用して日焼け止めが使われる。小規模な試験における、偽薬としての日焼け止めのみでも3ヶ月後に、全体的な改善を示した人は10%の、 割合であった身で40%。看板の治療は再発的な性質があり、長期的になることがある。別のランダム化比較試験では、偽薬としての日焼け止めのみでは17%が悪化している。内服薬では、トラネキサム酸配合上で、改善率は約60%、ビタミン C 製剤で26.5%。日本ではトラネキサム酸が 簡板に適用を持つ第一類医薬品として薬剤師のいる店舗で販売されている。またビタミン C は皮膚色素沈着として診療報酬に収載されているが他は自由診療となる。外要用薬では2011年のレビューにおいてハイドロキノン、トレチノイン、ビタミン A、アゼライン酸、麹酸、またグリコール酸によるケミカルピーリングに強い証拠。 エビデンス B があり、エルアスコルビン酸、ビタミン C、エラグ酸、トラネキサム酸がこれに次ぐ、エビデンス2。日本の2015年のガイドラインでは、トレチノイン、エビデンスグレード A では、肌炎の副作用が高頻度とし、またハイドロキノン、グレード A、ビタミン C、グレード B とする。ハイドロキノンの皮膚刺激性、教授変化といった懸念から、アゼライン酸、トラネキサム酸、 高次産、また多くの成分が使用されるようになった。医薬部外品の成分としては、化粧品でメラニン生成を抑えしみ、そばかすを防ぐという効能表示が承認されているが、乾板や老人性色素斑を対象に、すでに存在する色素沈着が改善しかを判定している。化粧品では治療をううことはできない。5%濃度、 かなり少ないのビタミン C は4%濃度、多いの、ハイドロキノンより効果が劣っていたという研究がある。イオン導入は、トラネキサム酸などが使われ成分浸透を促す。レビューでは2件の研究に言及された。導入に適したビタミン C 誘導体、リン酸アスコルビルマグネシウムでは、蒸留水をイオン導入した、顔半面より乾板を緩和した。 中華人民共和国の伝統的な針治療では2015年の調査で8件のランダム化比較試験が見つかり、トラネキサム酸内服薬、ビタミン C、20%ノードアゼライン酸、ハイドロキノン、ビタミン A や手術なしと比較されており、7件ではそれら従来の治療よりも優れ安全で有効だと考えられたが、研究条件が異なるため結合分析はできず、 結論は導けなかった。ケミカルピーリングでは、20から30%濃度のサリチル酸、30から40%濃度のグリコール酸、90%濃度の乳酸などに乾パンに効果を示した証拠がある。この濃度のサリチル酸と4%濃度のハイドルノンとの差はないという研究があり、また別の研究では、トリクロロサク酸は、 クリコール酸と同等だが、火傷などの副作用を起こすことがあった。レーザーについて、2015年の日本のガイドラインは、炎症後色素沈着が、ほとんどの場合に起こり、現状では看板に対するレーザー治療は確立した方法と言えず、他の治療でうまくいかない、難治性のものに限って、治療対象としとしている。レーザーは、 他の治療が失敗した場合の抵抗性のパンの治療選択肢だとされる。レーザーではパンの解消を促す可能性もあるが刺激と炎症によって悪化と色素沈着のリスクがあるためその有用性は制限され、レーザーに適した肌タイプも存在し、理論的にはレーザーは外用薬やケミカルピーリングと併用でき、ND ヤグレーザー1064ナノメートルは より安全で、旧スイッチルビーレーザーは、色素沈着には有効だが、永久的な色素低のリスクがある。旧スイッチと ND、ヤグレーザーの文献が多いが、決まった手順や必要な回数についての合意はまだ、確立されておらず、1から2週間ごとに6から10回程度繰り返す。特に、ER、ヤグレーザーや、CO レーザーは悪化する、可能性が高いため使用すべきではない。 日本人を対象としピコ病アレキサンドライトレーザーをダウンタイムなしの治療として行った場合には、乾板が改善した人の3倍の人数で乾板の悪化、または新たな乾板の発生が見られ、国内外の研究は、ナノ秒9スイッチ ND、ヤグレーザーでもダウンタイムなしで治療する場合には、ブチが増悪したり難治性の白斑ができる危険性が指摘されている。 インテンスパルスライトは、乾板の最初の選択肢ではなく、悪化する場合があるため、最後の手段だと考えられる。フラクショナル RF では、すべての肌タイプに使用でき、肌の色調だけでなくシワやニキビやと、たるみも改善する。2018年でも、研究が少なく有効性が判断できない。プラセンタ、メルスモンの注射が使われることがある。 日本で長く使われているが、色素のメラニンを増加させるという報告もある。PLX、フェーンブロックでは、21名でのランダム化比較試験で、日焼け止めと併用して3ヶ月後に、偽薬カプセルよりも改善されたとする人の割合が、大きかった。60名でのランダム化比較試験では、トラネキサムさんの腕に注射では、約35%に改善が見られ、 1.5ミリのマイクロニードリングを施した面に、同濃度のトラネキサム酸を塗布した方が約4%であった。20名で顔の反面にルシノールを塗布、もう反面には2ミリのマイクロニードリングを施した上で塗布し、1ヶ月ごとに全2回行い、追加して、家庭では0.13ミリのローラーを使用して塗布し、2ヶ月後手術を施した面の方が改善を示した。 また顔半面で2ミリのダーマペン、マイクロニードリングの機器の種類を使い、もう半面でマイクロインジェクションを使い、多血晶板結晶を総達した初の試験では、看板は改善されたが両面での違いは優位ではなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。